おはようございます。ニュースイッチ編集部のコンです。鈴木です。この番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています。本日第287回目の放送です。木曜日は今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信します。ニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りします。はじめは今週話題になった記事トップ3のコーナーです。ニュースイッチでよく読まれた記事3本を要約して紹介します。3位は新たに引き渡された巡視船に関する話題です。ジャパンマリンが引き渡し海上保安庁向け3500トン型巡視船の使用。ジャパンマリンユナイテッドは海上保安庁向けに横浜事業所磯子工場で建造していた巡視船八重山を引き渡しました。2019年度補正予算で計画された3500トン型巡視船で全長120、幅14メートルです。同社は巡視船艇や護衛艦などの建造を通じて得られた技術・経験をもとに今後も高度な技術が必要とされる付加価値の高い船舶を建造していくとしています。2位は宇宙用の電池に関するニュースです。性能はリチウムイオン電池の5倍。 JAXA が H3 搭載へ宇宙用円筒電池を開発。宇宙航空研究開発機構 JAXA と名古屋大学 NU レイは共同で従来のリチウムイオン電池の約5倍の性能を持つ宇宙用の円筒電池を開発しました。炭素原子で製作したシート状の物質ナノグラフェンを使い軽量化と低コスト化も実現しました。ナノグラフェンはナノメートルサイズの炭素原子物質で優れた電気的性質を示すのが特徴です。多くの電子機器に応用されるなど次世代材料として注目されます。2026年にも JAXA の観測ロケットで実証実験し大型機関ロケット H3 などに採用します。電気自動車など民生利用も視野に入れます。1位はクボタのトラクター生産に関する話題です。低価格トラクターの生産倍増、クボタが新工場。クボタは2030年にインド子会社のエスコーツクボタが強みとする安価なベーシックトラクターの生産を現状比倍増の約26万台に増やします。インド北西部のラジャスタン州ですでに工場用地を取得しており、トラクターとエンジンの新工場を建設し28年までに稼働する予定です。加えてインドと日本の開発人員の交流を強化し、クボタの製造ノウハウや品質管理を取り入れた新製品を開発するなど製品ラインアップも拡充します。クボタはベーシックトラクターを核に2030年にインドの国内シェアを現状の2倍、売上高3000億円を目指しています。2023年にエスコーツクボタを通じて約100万平方メートルの土地を約72億円で購入しました。インドを起点にベーシックトラクターの世界各国への供給にも力を入れます。すでに供給している欧州やアフリカ、アジア向けを拡大するとともに新たに北米への展開も視野に入れるとしています。ここからはランキング外だけど気になる記事のコーナーです。毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事はニュースイッチの記事 PV ランキングをもとに作成しています。それ以外に惜しくもランク外となっているけれど編集部が気になった記事を選びご紹介します。九州で工業団地競争局 TSMC 主導半導体最高に熱。シリコンアイランド九州の再興に向けて中核となる TSMC が熊本工場の開所式を終え本格稼働に向けて動き出した。巨大工場が呼び水となり熊本近隣では半導体のサプライチェーンを支えるための関連投資が相次ぎ、自治体による工業団地の整備も
活発化してきた。一方で進出を目指す中小企業やベンチャーにとっても試金石となりそうだ。熊本県山鹿市は TSMC がある菊陽町までつながる道路沿いの農地10ヘクタール程度を整え、新たな工業団地を造成する。2028年度に造成を完了し、2029年度からの分譲開始を目指す。新たな団地は TSMC 工場まで車で約45分、九州自動車道菊水インターチェンジ と植木インターチェンジまでともに約15分の場所に設ける計画。熊本県北部と隣接する福岡県大牟田市は4月1日から19日までの間、九州新幹線の新大牟田駅に隣接する4区画計 4.5 ヘクタール程度の産業団地に進出する企業を公募する。新大牟田駅産業団地は駅前に加えて九州道南関インターチェンジまで約5分、佐賀空港方面につながる無料の有明海沿岸道路大牟田北インターチェンジまで約10分の場所に位置する。今後は同駅周辺でホテルや店舗など商業サービス施設向けとなるにぎわい交流用地の公募も予定されている。シリコンアイランド九州の基盤再構築に向けてはサプライヤーの支えが不可欠だが、中小やベンチャーにとっては採算性などをしっかり見極める判断力が問われそうだ。 TSMC の熊本工場による雇用の増加や地価の上昇など期待が多く聞かれます。その一方で TSMC に社員を取られるのではないかという危機感も地元企業の間で高まっているそうです。人手不足の中、地元企業や関連企業の人材確保が課題になりそうです。ニュースイッチでは毎週100本近い記事を配信していますので、こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。エンディングです。本日は TSMC の新工場に関連する記事を紹介しましたけれど、はい、私もプライベートで先月熊本に行ったんですけど、熊本駅がものすごく綺麗で、また開発も進んでいて、なんか受け入れ体制みたいな形も進んでるのかなと実感したところでした。私は何回かお世話になってる美容師さんが、うん、長崎の五島列島出身だっていうことをこの前知って、はい、九州今盛り上がってるの知ってますって言われてなんか観光なのかなって思って話を聞いてたら、半導体の知ってますみたいなやっぱその九州地元の人だと身近っていうか関心がある、うん、その産業に関わってない人でも関心事項なんだなっていうふうに思いました。そうですね、すごいそこまで影響が、ね、波及してるっていうのをちょっと実感しますね、うん、はい。ここでニュースイッチラジオからお知らせです。ニュースイッチラジオは3月26日火曜日の放送回をもって休止することになりました。約3年間300回近くにわたり放送してまいりましたが、お聞きいただきありがとうございました。これまでの放送はアーカイブが残りますので、いつでもチェックいただけます。また3月26日までは通常通り火曜日木曜日の朝6時に更新していきますので、よろしくお願いします。本日もお聞きいただきありがとうございました。次回は3月19日火曜日の朝6時からニュースイッチピックアップをお届けします。ニュースイッチラジオはボイシー、YouTube、Spotify、各種ポッドキャストにて配信しております。チャンネル登録やフォローをお願いします。またニュースイッチの X、旧 Twitter もあるのでチェックしてみてください。感想はニュースイッチアットマーク日刊ドットテック宛て、懸命にニュースイッチラジオと記載の上お送りください。皆様からのメールをお待ちしております。ニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメドロ電気工業の提供でお送りしました。それでは次回もお楽しみに。